これフォアボールとか出すと一点に絡みますからね。ここにヒットのランナーでした。高めの球、右打ちはライト線、ホームランです。意外あっけに取られた感じの神宮球場、静寂がありましたけれども、一塁塁審の森さんが右手をぐるぐると回して、この宮崎のソロホームランで7回1点を返しました横浜 DeNA です。2試合ぶりのホームランになります。失礼、9試合ぶりの第9号になります。ライトのポール際の当たり、ポールに当たりますかな、ボール当たりました。そうですね、はい、ライトポールに当たってグラウンドに跳ね返ってきましたけれども、ホームラン。巨人2番手のルーキー、センターの右へ痛烈な当たり、バックスクリーンに向かっていく、飛び込んだ、エリアンのツーラン、ルーキー打たれました。眠っていた DeNA 打線を起こしてしまったのがマウンド上のルーキー。途中から守備に入った関根のヒットの後、エリアンがツーランを放ちました。いやー、このバッティング見事でしたが、どうですか。いや、これはもう真ん中ですよ。真ん中ですね。打ってくださいですよ、はい、やはりカウント考えてやっぱしっかり投げていかないと。エリアン来日第2号、7月6日のスワローズ戦以来のホームランです。ね、7月